皆さんこんにちは、MT です。今回は私がテント泊登山に行くときに必ず持っていくギア、これをご紹介しようと思います。各ギアのメリット、こう使えばテント泊でこんな快適になるよとか、こんな使い方をすればね、荷物がきれいに揃うよ、そんなねメリットの部分を皆さんと一緒にね共有していこうと思いますので、ぜひ最後までご覧になってみてください。それではスタートです。まずね、一つ目はこれ、ポッズなんですよね。これがね、めちゃくちゃいい。で、何かというと、まあ、VCF を、まあ、こういったかまぼこ型をしたストレージで、ある程度高さ、厚みがあって幅がこんな感じで、これで見れば分かるかな。こんな感じで、こっち側は平らで、上はかまぼこ型のようになってる。で、これの中に何を入れるかというと、ウェア類、まあ、今ここに出てるようなガジェット類、食料とか、こんな感じでカテゴリー別に全部分けて入れることができるんですね。で、例えばウェアにしても、じゃあこれは防寒着用、着替え用とかいったような形でカテゴリー別に分けちゃって、こんな感じでね、階層のような形で1階、2階、3階、4階建てでね、こんな風に整理できるんですよね。で、これのね、何がいいかっていうと、バックパックあるじゃないですか。で、バックパックってこっちは平らで、こっちはカーブを描くようなスタイルになってるんですけど、例えばね、ハイパーライトなんかのサウスウェストなんかもそういう作りになってるんで、ポッズをそのまま入れていけば、そのままの形で入れ込むことができる。一番下にこれ入れます。で、次にこれで、次にこれという形で、こんな風にね、入れていったらもうどこに何があるかっていうのがすぐ分かるんですよね。で、着いた時にこうやって出して、で、テントの中に広げたとしても、カテゴリー別にウェア類、ガジェット類みたいな形で分かれていれば、テントの中に迷うことないんですよね。そのまま使えるっていうことで、とってもね、これ便利です。意外とね、シンプルな考え方のものなんですけど、これはね、本当にいいです。そうするともうね、こんな形で背負ってね、使うことができます。で、ついて下ろしてテントを立てて、でその後にテント内にこうやって搬入していっても、これは何々ですよっていう形で、テント内の整理が非常にしやすくなるんで、本当にこのポッズ、これはね、めちゃくちゃ優秀です。だいぶ長く使ってますけど、これをね、持っていかないってことはないですね。それぐらいね、優秀、そして使いやすい。で、大きさはね、L サイズと S サイズっていう形であって、まあ、これが2つのね、L ですね。で、こっちが S サイズ。で、まあ、S サイズにね、食料を入れたりとか、L サイズのウェア、そんな形でね、今使い分けたりしてます。で、あとね、最近こういうね、ハイパーライトからもこんなタイプのが出てるんですよね。このね、横型ポーチ。これ1リットルと2リットルみたいな感じでね。だ、例えばこう、今私入れてるのはこれ、電気系のガジェット、バッテリーとかそういったもの、コード類、これをね、ここに入れてます。で、これをさらにここに入れちゃえば、こんな風に入れていけばね、テント内が散らかることが本当に少なくなります。日本でもね、売ってるお店あるんで、ちょっとお値段は高いんですけど、買えばね、ある程度ね、何年も使えるんで、L サイズと S サイズとか、2つあればね、結構こと足りますので、ぜひ一度ね、皆さんもこういうの買って使ってみてください。はい、続きましてこちらです。はい、皆さんおなじみジェットボイル、マイクロモ。前までね、ジップ使ってたり、あとこのタイプじゃないスタッシュも使ってたんですけどね、まあ、ジップとね、このマイクロモはほぼほぼ一緒なんですよね。で、ただね、こっちの方が寒いところでも使えるってことで、まあ、今ね、これを使いながら、このね、冬のね、シーズンにこれまた使い込んでいこうと思ってます。で、やっぱりね、ジェットボイルのいいところっていうのは、本当にね、すぐお湯が沸くんですよね。これが一番。もうこんな形で110缶が入ってて、この形でこれね、ガス缶が新しいとね、ちょっと圧で少し、ね、燃料が漏れちゃったりするんですけど、でね、よくね、ひっくり返しちゃったりすることもあるんですけど、そういう人のためにこうやってね、スタビライザーもちゃんとついてます。でね、こうやってスタビライザーつければある程度安定します、こうやって。で、あとはもう入れて火をつけて、これでね、あっという間にお湯が沸きます。で、こっちのマイクロモのいいところは、ここにね、イグナイターが一応ついてるんで、これでね、
火花飛ばして火つけることができるんで、ただね標高の高いとこ行っちゃうと火花飛ばなかったりするんで、まあライターはね確実に持ってった方がいいと思います。フリント式のねビッグミニがいいですよね。でね本当にねこれの一番いいところがすぐお湯が沸くっていうこと。山に行ってお湯沸かして食事とか休憩っていう時に次の行動にすぐ移せるようになるべく早くね動かないといけないと。何があるかわからないですからね。できればお湯を沸かす時間とかっていうのにはあまり時間をかけないでさっと沸かせて終わらしたいっていうので、ね、私はやっぱりね最近はもう本当ガス一択ですね。これが一番早く沸くし安全だし。で一応ここでこういうふうにくっついてるんで、まあよくあるあるなんですけど、こうやってやっててねパンって上のねクッカーた叩いちゃって、でクッカーをひっくり返すってことがあると思うんですけど、これはもうね一体型なんでそういうことがないんですよね。でとてもね使いやすいで、基本的にこれでね調理をするってこともできるんですけど、私は基本これお湯沸かすだけにします。で最近食事っつってもねもうほとんどお湯をかけて、食べるようなドライフード系、天野とかねそういったもの、あとまあ UL 弁当とかスモールツイストとかそういうものしか食べないんで、まあ、これで十分と。でちゃんとした食事はあの小屋で食べるっていう風に私は使い分けてるんで、これはねほんとお湯沸かしだけっていうことなんで、そう考えたらねこれで十分かなと思います。でもちろんねこのジェットボイルじゃないタイプ EPI のガスとか外のアミカスとかそれからウィンドマスターとかあのあたりもねとても素晴らしいんで、そうですねまあ日帰りっていうわけでもないんですけど、なんとなくねこっち持ってっちゃうんですよね。重いんですけどね。ただねちょっと軽さをやっぱり優先したいときはやっぱりそういった EPI とか外のねウィンドマスターの方も使おうと思ってます。ということでね、とにもかくにも今非常にヘビーローテーションで使ってるのはこのジェットボイル、お湯が早く沸くっていうことでねこれを使ってます。続きましてねよく使ってるのこれ CI メディカルかな、このね歯ブラシ、この柄の部分がブルーで、このブラシの部分もねブルーなんですよね。これがねすごく気に入ってます。でこれねめちゃくちゃ軽いんですよね。でねコンパクトヘッドで非常に歯が磨きやすい、こんな感じ、非常にコンパクト、ブラシの部分が非常にね細かく、わかります、これスパイラル状になってるって言うんですよね。スパイラル状のこう毛がなってて、これでね歯の汚れを落としやすくなってるっていう。でこれでやっぱりね歯磨くと非常に綺麗に磨けるっていう感覚がありますね。このね出っ張ってる歯、このブラシの部分が非常に優秀なんですよね。この歯ブラシ自体は一般的な薬局とかでは売ってなくって、歯医者さん専門で取り扱いになる歯ブラシなんですよね。だからやっぱりね歯医者が勧める歯ブラシっていうことで、私これね非常に気に入ってます。でもねこれ今ねアマゾンで買えるんで家でも使う、もちろんね天白とか外行くときは必ずこれ持ってってね使ってます。非常にいいですこれ。続きましてね必ず使ってるもの、これ、もちろんねこのビッグのライターも必ず持ってくんですけど、これねこの巻いてあるねヤマトのアウトドアテープっていうやつなんですよね。これをライターにぐるぐるっと巻いてるんですけど、これがねめちゃくちゃ使える。何に使うかというと、私の場合ね照明器具をテントにぶら下げるときにこういう感じでねペロッと取れるんですよね。でピッとこう取っちゃって、これでね照明器具をぶら下げたりします。コンタクトレンズなんかをつけるときのためにこのね鏡を持ってってるんですけど、こういった鏡をねぶら下げたりするのにもこれでねこんな風にやってぶら下げたりしてます。撤収時にテント内の汚れとかホコリなんかもこういうので、ね、ペタペタペタっと取ったりするのもいいですよね。だからかなりねこれ万能です。これは一巻き持っていくと重いんで、こういったねライターなんかに巻いて持っていくといいと思います。ヤマトのアウトドアテープ、ライターに巻いて持ってってます。よく使ってるものがこれ、コモンギアのキャップなんですよね。キャップとそれからねトレイルデザインのペットボトルにつけるこの取っ手っていうんですか、引っ掛けるやつ、これがねめちゃくちゃ便利です。どうなってるかというと、まずねこっちのコモンギアのこれはこれねちょっと最初買った時小さかったんで、ここに切れ目を入れてます。わかります、ここに。そうするとねこれ日本のでもペットボトルの範囲なんで、でこうやって使ってます。
でこれ何かっていうと、ペットボトルのキャップって外してポンと置いてガーッと飲んでさーっといった時にキャップなくしちゃったらね、使い物にならないんですよね。ということでキャップが落ちないようになってる、ちゃんとね連結されてるこの蓋、めちゃくちゃねありがたいです。で結構ね山の方とか行くとね、ちっちゃいものまでね神経が行き届かなくなっちゃって、どっかでねなくしちゃったなんてことがあるんですよね。でそうなっちゃうともうこれ使い物にならなくなっちゃうんで、水入れるものがなくなっちゃったりすると困るんですよね。このちゃんとボトルとキャップをつないでくれる、これコモンギアのボトルキャップ&ティーザーって言ってたかな、これがねめちゃくちゃいいです。これがねトレイルデザインの、こうやってねパチッとこの中にはまります。バックパックでそのサイドにポケットがないタイプ、例えばこうやって横にポケットがないような、いわゆるアルパインザックみたいなのだと、この水をね入れたりするところがないんで、でこれを使えばここにこうやってね引っ掛けて使ってます。これでね意外と落ちないし、まあ飲みたい時にサッと出して、で飲み終わったらここからこんな感じでパッと入れて、こんな感じで使ってます。ただねこれ日本であんま売ってないんですよね。でこれアメリカから買うことにはなっちゃうんですけど、どうなんだろう、日本で売ってくれればいいんだけどね、こういうのね。まあとにもかくにもこのねトレイルデザインのこれとこのねキャップ&ティーザーかな、これがねめちゃくちゃ便利です。毎回使ってます。続いてねヘビーローテーションで使ってるのこれ、エバニューのスプチュラ、これがねやっぱり使いやすいですね。ドライフード系のね袋の中でお湯で戻して食べる系なんで、柄が長くないとね食べにくいんですよね。でその点これね柄がすごく長くて使いやすいっていうことと、今までねバーゴのチタンのものを使ってたんですけど、これに変えたらねやっぱりこの舌触りっていうんですか、これがねとってもいいんですよね。だからもうこれに変えたらね、あのチタンの冷たい雰囲気がちょっとね嫌になっちゃう。ナチュラルな雰囲気でかつ舌に優しく、そしてね意外とね匂いもねそんなつかないです。まあねカレーなんで全く香りがつかないってわけじゃないんですけどね、私はもうこれ一番使ってます。最高ですこれ。はい、もうおなじみのこのドゥーキープ、これはねもう本当にテント泊では絶対必須っていうぐらい持ってってますね。とにかくねこんなにちっちゃくって、でここでね充電できるタイプなんで本当にお手軽でね、3時間ぐらいはもうつくん、この一番強いのにしておいて、これね一番強いのにしておいて3時間ぐらいはつくんで、どうでしょう、まあテント内だったらずっとつけっぱなしってこともないんで、まあ2泊ぐらい、この間奥方行った時にはこれで持ってって2日間全然使いましたね。でまあ最初はねちょっと弱でつけとけばもっと持つので、でまあ私のテントすごく小さいテントなんでね、あんまりでかい幕のテントだとこれだけだと足りないのかもしれないんですけど、まあ大体山岳テントってみんなちっちゃめじゃないですか。ですのでこれでね大体こと足りると思います。小型で軽量、それでいて光量もある程度あるっていうことで、もうねドゥーキープこれ本当優秀です。でこれ使うときはね、大体こういった光をね拡散してくれるディフューザー的なものね、ライトシェード、まあ、こういったものに入れてテント内に貼り付けるっていう、そんな使い方をしてます。続きましてヘッドライト、ナイトコアの NU25UL ってタイプなんですけどね、これもね非常に優秀。満タンにしておいて一番強いライトを使ってたんですけど、これもね2日間使ってね、特に電池が弱くなって切れたってことないですね。頻度にもよるけど、テント泊でまあ9時ぐらい10時ぐらいまでには寝ちゃうよっていう場合であれば、もうこれでね全然余裕です。であとやっぱり、ね、使うのはこっちのねレッドライトね、これはやっぱりよく使います。というのもね、明るいライトにしてるとね、このタイプだと、ね、虫が寄ってきちゃうんですよね、かなり。で食事なんかしてるときにこれつけてて虫飛んでくると、虫がね虫食べちゃうったりすることがあるんで危険なんで、こっちのね赤色灯にしとけばあんまり虫飛んでこないんでね、食事しやすいですね。とにかくこれもね軽いんですよね、軽くてそれでいて明るい、ほとんどこれ使っちゃってますね。でナイトコアね結構いいのが多いんでね、ちょっとまたねナイトコアの商品、ヘッドライト系はねちょっと買ってね、いろいろ試してみようとは思ってます。ナイトコアつながりでバッテリー、これがやっぱいいですね。ナイトコアのカーボン2万ミリアンペアっていうことで、これを持っていけば GoPro の電池と iPhone ぐらいであれば
3日分はね全然いけちゃいます。 GoPro の電池4本と iPhone であれば3日間はこれで全然大丈夫でした。まあ、2万だとね結構重みはあります。多分300ぐらいあるのかなこれね。でもまあ1万を2個持ってってもいいし、もしくはまあ2万と1万とか2万と5000と1万2つに50001個とかいろいろ分けれるとは思うんですけど、まあ私の場合もう大体2万は使うなってことで、まあこれ持ってってます。で見た目もなんかかっこいいですよね。であんまり妙なプリントとかもなくって、まあこの横のところにねカーボって書いてるだけで、ね、これ2つ使えるんですよね。要はこのタイプでこれで使える、これでも使えるんで、要は一気にね2台またこっちで iPhone 充電して、でこっちでね GoPro のバッテリー充電するなんてことができるんで、非常にねこれ便利なんで使ってます。ヘビーローテーションですねこれも。はい、続きましてねこれね最近使ってるんですけども、やっぱりこれいいですね。パワーが違う。便利なランタンになるんですね。これが結構使えるとね、この間行った時はこういったトレッキングポールのところにこれをね引っ掛けて、でトレッキングポールこんな風にしてねランタンにしてました。でそうするとねこっちにねある程度虫が集まってくれてテントの方に来なかったりするんで、そういう使い方もできます。まあ明るいといいですもんね、こうやってね。エアロ55のギガポンプ 4.0 っていうパターンです。これほんとヘビーローテーション。これはい、続きましてこれがねハイパーライトマウンテンギアのこんな感じでね、このナルゲンの1リットルがスポット入るタイプ。これがねどこが優秀かっていうと、やっぱりね結構なあの断熱力がありますね。もちろんねあの温かいものを入れてもある程度は持ってくれるということと、あと冬山行った時に水凍っちゃったりしないようにこれに入れとけばいいよねっていうことと、水はまあ普通に入れとけばいいよっていう時は、この中にねこうやって買ってきた500のねビールをこの中に入れておけば、まあ、冷たい状態をねある程度キープできるっていうことで、これもね使ってます。後ろにねベロクロテープ、こんな感じでねあのバックパックに取り付けることもできるし、あとベルトなんかにね取り付けておいてもいいかなと思います。この断熱材が分厚いの入ってます。これ1等ミリぐらいあるかな、結構分厚いの入ってますね。ナルゲンのボトル入れて保温保冷と使えるインシュレーターってやつですね。これも使ってます。今回は登山に行くときにね必ず持っていく一軍ギアたちということでね、まあこういったストレージ系とかねボトルにつけるこういった小物類、ヘッドライトとかジェットボイルみたいなお湯沸かすもの、こういったものをねご紹介してきました。意外とね使ってみて分かるあの優れた特徴とか、重いんだけど例えばジェットボイルはお湯がすぐ沸くから持っていきたい、これもねかさばるんだけどいろいろ使い道があるから持っていきたいとかね、やっぱりね重いんですけど2万ミリアンペアぐらいないとガジェットで使えないよねっていうこととか、今までねチタン一筋だったんだけどやっぱり自然のぬくもりに癒されるっていうこととか、このエヴァニューのものとか使っていくうちに必ずね持ってきたくなるようなアイテムっていうのがねやっぱりね出てくるんですよね。今回は参考にね行くときに本当によく持ってってるギア、これをねご紹介しました。このチャンネルでもねこういったアウトドアのギアを実際に買ってね、で皆さんにご紹介する、そしてそれをね山で実際に使ってみてフィードバックであったりそういった映像をお届けする、そんなチャンネルになってますので、興味があるようであればチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。